皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエスト6実況プレイのパート5やっていきたいと思います。大穴を通って、また下の世界にやってきました。まあ、いわゆる幻の大地と呼ばれる場所ですね。そこで、この謎の女性ミレイユと出会いまして、これからこの世界でも鍋やハッサンの姿がこの世界の人たちに見えるようにということで、イメミの雫を取りにイメミの洞窟に行きたいと思います。でミレイユが一時加入してくれて、まあ、ミレイユは、回復や補助の呪文が使えるというキャラクターで、まあ、今は経験値も得られないし命令を変えることもできないのでほぼほぼ勝手に行動してしまうんですけども、まあ、回復してくれるだけね、だいぶありがたいですね。スーファミ版ではそもそも参加もしてくれないのでね。じゃあ早速行きたいと思います。勝手なこいつ。よっしゃ。まあミレイユの攻撃とか、的確な行動はあまり期待せずにまあ何かしらしてくれるというぐらいの気持ちでね進んでいきたいと思います。というわけで夢見の洞窟、ここもねちょっと面倒な敵がいるんですよね。ハッサンかな。よっしゃ、キメラの翼。スライム。ちょっと残りそう。オッケー。地下2階ですね。このくらいの相手にスカラとか使わなくてもいいんだけどね。230ゴールド。ギラ、これは痛い。ミレイユ攻撃力が低い。まあ仕方ない、女性だしね。スライムナイトが来たか。マジね。宝箱の中身が守りの種、食べよう。薬草いっぱいあるからね。ばあさんにまたいっぱいもらったし、ある程度高めに HP 保っておけばミレイが無駄にホイミ使うこともないでしょう。こいつが嫌い。こいつの麻痺でね全滅になった経験のある方もいるんじゃないでしょうか。持ってる武器っつうかさ、持ってる武器激しく振り回してて、下のスライム振り回してるけどさ、スライムのやつってとってあれだからね、下のスライムが本体だからね。またちょっと雰囲気が変わりました。鍾乳洞みたいなのがいっぱい。敵の数が多い。
ブーメランで可能の限り削って、ね、ハッサンに乗りさせてもらうっていう感じでしょうか。よし、経験値多いな。宝箱発見。ギラが痛い。よし、薬草使います。よし、とりあえずこんなもんでしょ。ブロンズナイフ、まあ装備できる人がいないね。今一応ミレイ装備してるのブロンズナイフだけど、あ、じゃあそんなに強くないしね。ブロンズナイフ、よっしゃ。確かね、このダンジョンにはすごいモンスターが出てくるんだけど、あの本作のシステム上そいつらあんまりね、このゲームではそんなに多分好まれないと思うんだよね。むしろ戦わないっていう人もね、いるんじゃないでしょうか。毛皮のマント潰しておきます。うん、ハッサの炭もマシになった。ベビーゴイル、こいつはギラが痛いんだよな。やべ、よしナイス、信じれた。ちゃんと回復してくれるって信じれた。そう、いやー、薬草いっぱい用意しておいてよかった。すでにリレー MP スカスカスだし。レベル10。そうするとこの辺でボス戦になるので、ハッサンに星のかけらを持たしておいて薬草を使って、マックスまで回復しておきましょう。よし、では参ります。あー、うめえうめえ、この種族は本当にうめえ。まいん、なんだおめえらは、おめえらもこの種族を飲みたいのか。はい、けどこんなうめえもんを他のやつに飲ますわけにはいかねえな。それにちょうど俺様は何かおつまみが欲しかったところだし、お前らなかなかうまそうだぞ。どれ、一口かじらせてもらおうかな。オッケー、はい、まずメールさせろ。ブラディコ、こいつも結構めんどくさい敵ですね。とりあえずルカにかけておきます。で、その間にハッサンは星のかけら。効かなかった。星のかけら。どうだ。よし、来た。オッケー。ブラディーポーを星のかけらで混乱させました。まあすぐ我に返っちゃうんだけどさ、いくらか楽に戦えるんで。
ました。へいへい。あー楽だね。自滅するからね。はい楽勝。はい、というわけで弓火の雫を入手しました。これがそうなのか。綺麗なものだな。さあ長い目は無用だよ。急いで戻りましょう。はい、リリミットが使えない。いや、頑張って帰ろう。さてこれでこの世界の住人にも見えるようになるというわけですよね。問題はね、無事に帰れるかどうかだよ。ね、帰り道油断していられるんだわ。よっしゃ、銅の剣、別に今はいらんぜ。OK、 さあ帰ろう帰ろう、とっとと帰ろう。めっちゃ出るな。お、ミレイユの MP がないから回復は鍋で気にしてやらないと。しょうがないな。あ、まだ使えた。レベルアップ。もうすっかり追いつかれましたね。多分これね、追い越されるんですよね。よしよし、出口は近いぞ。MP 足りないんですかとする。もうちょい、もうワンフロア、うん、もうちょいだったのに。よし、で脱出。まずね、方帰ってきたよ。おやおかえり。その顔はうまく弓火の雫を手に入れてきた顔だね。お前さんたちならちゃんとやってくれると思っていたよ。ミレイユもご苦労だったね。さあ疲れただろ。今日はひとまずお休み。はい。ゆっくり休ませてもらいます。さてと、今から弓火の雫に呪文をかけるよ。その雫を振りかければお前さんたちもこの世界で姿が見えるようになるはずじゃ。でもばあさん、この世界って言うけどよ、ここは一体どこなんだ。ここはお前さんたちの住んでいた世界とは別の世界。お前さんたちはこの世界の住人ではないため、人から姿が見えないんじゃよ。もっともお前さんたちの世界からこっちに人が迷い込むなどありえないはずじゃが、まあ起きてしまったことは仕方あるまい。占い、夢占い師のわしにしかできないことをしたいようじゃないか。それじゃあ夢見の雫をもらうよ。はい、
グランマーズは静かに呪文を唱え始めた。やれやれ終わったばい。そうじゃ、この雫を少しお前さんにも持たせてやろう。もしこの先お前さんのような人を見たら、その雫をかけておやり。お前さんたちにならそういう人の姿が見えるはずじゃからな。のう、ミレイユ。本当は私もあなたたちのようにこの世界で姿が見えなかったの。それをおばあちゃんに助けてもらって、この通り姿が見えるようになったのよ。なんだ、そうだったのか。それであんたには俺たちの姿が見えたってわけだな。でもばあさんにも見えてるのはなぜだい。わしは夢占いをなりわいにしておるからな。わしに見えない夢はないんじゃよ。どうじゃい、お前さんもだいぶ分かってきただろうが、真実はお前さんたちにはショックなことかもしれん。まずはサンマリーノからの船でレイドックへ行き、王様に会うがいいじゃろう。難しいことはそれからゆっくり考えなされ。おばあちゃん、私この人たちについていくことにします。そうかい、お前がそう言うならわしは止めはしないさ。どちらにせよわしの力でできることはここまでじゃからな。ナベ、ハッサン、これからは一緒に旅をさせていただくわ。それで、はい、ミレイユが仲間に加わった。お前さんたち、ミレイユをよろしく頼むよ。そして何か困ったことがあったらいつでもおいで。わしの夢占いで分かることは教えてやろう。これでミレイユが正式に加入しました。これから命令をさせることもできますね。まあ命大事になっておいてもらいましょう。いや、もう回復してもらえるだけでも本当にありがたい。さて、持っているもので彼女の素振り強化しよう。毛皮のフードをまず揃えさせる。間違えた。縦はお鍋の蓋、こそ下がっちゃうけどね。まあお鍋の蓋そびしてもそんなにダメージ軽減は関係ねえんだけどさ。あんま変わんないっす。よし、あ、言い忘れたけど、この井戸は今は調べないといけます。きっと大変なことになりますからね。で、受けて、サンマリーナに戻ります。ビッグフェイス、でかい顔。さあ、まあ一応これでね、カジノも利用できるようになったわけなんだけども、とりあえず少々でも2回。あ、犬元気になった。僕に何か用ですか。え、メラニーのこと。彼女はペロの餌に毒を入れてないって。やっぱりそうか、僕は思った通りだ。彼女はそんな人じゃない。あ、僕は何に迷っていたのだろう。彼女を助け出しもしないで。どこの誰か知りませんが、ありがとう。僕は彼女を探しに行きます。ちょっと失礼。でもメラニーが犯人じゃないのを知ってたならなぜ黙っていたんですか。なんて、あなたたちを責めることは僕にはできませんよね。すみません。それじゃ僕はこれで。本当にありがとう。頑張れよ。はい、というわけで、とりあえずこれで先へ進めるようになったので、早速船乗ろうかな。ここでね、強力な武器とか売ってるんだけども、まあ今は買わないでおきます。特になくても大丈夫。せっかくなんでちょっとカジノチラ見していきますか。カジノ、景品見ますか。このためにちょっと1枚だけこれ買います。はい、
はい、キネのタキシードとドラゴンシールドにプラチナメール、メガンテの腕輪、はい、特にこの2つがあればね、ダメージ軽減が入ってるんで非常に便利なんですよね。まあちょっと時間があればね、カジノも遊んでみたいので、それでもし手に入れたら使うかもしれませんが、一応まあそうですね、鍋とハッサン両方に持たせてしまうと明らかに強すぎるので、1個だけ取れたら取るようにします。1個も3個まで取らないことにしております。まあ今後話が進めば結局手に入るんだけどね。とりあえず乗船券を買います。で早速こうしましょう。お客さんが最後だから乗ったらすぐに船が出るぜ。一席はレッドクの岬だ。もう乗るかい。オッケー。じゃあ乗船券を預かるぜ。さあ乗った乗で移動。さあ降りた降りた。レイドックの岬に着いたぜ。はい、お世話になりました。というわけでレイドックの岬の船着き場、ここから少し進めば、こっちの世界のレイドックに行くことができます。まあ近くなんでちょっと行ってみますか。本当に近い。死の奴隷、敵が急激に強くなる。よしよし、ハッサン強え。レイドックに到着いたしました。で盗賊の鍵を使ってこれか毒ガのナイフと、これをミレイユに装備と、で特別重要でもないんですけども、ここの話を進めるために貴族の服を買っておかなければならないので買っておきます。アイテム整理しちゃおう。なんか他にも売ってたかな。今買っておきたいようなものはない。よし。あとは少し街の中を探索して今回はここまでにしておこうかなと思います。清水、って言っても、まあ物の配置は大体わかるからね。どっちだっけ、違う、これか。そうで、もしか、はい、小さなメダル、はい。まあ、この貴族の服を買った状態でお城に行くとイベントが進行するんですが、それはまた次回やっていこうかなと思います。じゃあ今回はここまでにしておきたいと思います。
ではドラゴンクエスト6実況プレイのパート5、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。